声楽家伴奏者育成コーチコレペティトールの香川です。今回取り上げますのは第3幕のベーデンライターだと20番の伯爵夫人のレチタティーボとアリア、まあ、他の本だと19番かもしれませんね。これを取り上げたいと思います。で、まあ、あの伯爵夫人は第2幕でも有名なあのアリアがあるんですけれども、こちらは最初レチタティーボといってもこれ器楽のオーケストラの伴奏がつく番です。最初はチェンバロが鳴るので、スザンナだべ、スザンナも悪くないわ。伯爵はどのようにあの申し出を受け入れたのかしら、とっても心配だわ。ずいぶん大胆なことをしたような気がする。あのように気が短くて嫉妬深い夫に対しては仕方がないわね。悪くて、私の衣装とスザンナの衣装を取り替えるだけのこと。夜もいい具合に味方してくれてるし。ああ、なんてことかしら。あのひどい夫のために私の運命も忌まわしいものとなってしまったわ。今までに聞いたこともないほどの不実と嫉妬と侮辱と、最初はあんなに愛してくれたのに、そして侮辱するのね、そして最後には裏切る、そして今では召使いに助けを求めるほどになってしまった。そしてアリアになります。どこなのでしょう、あの素晴らしい時は、甘くそして喜びに満ちたあの時は。どこに行ってしまったのでしょう、あの誓いは。偽りの唇が発したあの誓いは。涙と苦しみのうちに私のすべてが変わってしまったの。そして途中で、アセメアミラコスターザネラゴエアバードとアレグロになります。あ、せめても私の真心がいつも愛し続けながら苦悩する私に希望をもたらしてくれぬならば、あの情けを知らない心を変えられるという希望を私にもたらしてくれるならば。